画面向かって左側が茅野大輝選手、そして山崎真弘選手、画面向かって右側先行です。さあ山崎選手の先行、まず使っていくのは増援、増援を発動していきます。レベル4以下の戦士何が来るんだ、はい、戦士族を加える少しカードが我々も認識できるところなんですが、メメントダークソード、はい、加えてきました。たちを破壊してね、はい、その亡骸をもとに大きなモンスターが出てくるという融合召喚のテーマ、メメント、破壊と繰り返していっていく融合テーマですね、はい、はい、墓地にカードをどん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 種類を増やしていくとより強力な展開ができる。そうなんです、はい、メメントダークソード自身の効果で自身を破壊してデッキからレベル3以下のメメントを特殊召喚して、はい、うん、メメント円打ち特殊召喚していきます。ウォーターセンチュリー、はい、特殊召喚されるとメメントかモンスターをデッキから加えることができます。はい、で枚数が増えていく。そうですね、さらに墓地のレベル2以下のメメントも特殊召喚できるんで、はい、次はレベル2以下のメメントを墓地に送り込みたい、はい、集めていく、はい、メメントシーホース、はい、メメントだけなんで特殊召喚できる、はい、自身の効果特殊召喚して効果、はい、自分の場のカードを破壊してそのレベルの合計になるように、はい、カードを合計以下ですかね、なるようにカードを送っていくのは今レベル5になるように送れる 1、2、メメントゴブリン、ウラモン、メメントメイス、はい、1、2、1、4、はい、一気に3枚墓地に送られまして、はい、増えてきました。はい、ウラモンの効果、墓地を送られた時に特殊召喚できる効果、さらに墓地のメメントも手札に加えることができる、はい、効果は使わず、お、なるほど、ウィッチの効果でウラモンを破壊してメメント特殊、はい、メイスを特殊召喚、メイス召喚、はい、メイスも効果がありますからね、はい、メイスの効果でメメントを破壊してメメントカードを加えることができます、はい、ここから魔法トラップに、ね、繋がってきます。モンスター以外にもアクセスできるのがメメントメイス、はい、さあ皆さん少し、ね、お気づきなんじゃないですか、ね、少し懐かしい顔ぶれに感じている人も、いやそうですね、出てきたんじゃないかなと思います。ウラモン、あれ、はい、ウラモンなんかいたな、そんなやつエンウィッチもね、エンウィッチいたな、はい、さあ名画融合メメントフュージョン、はい、ダークソードなんかね分かりやすいところかなと思いますが、そうですね、メメントが破壊されているターンなんで墓地のカードもデッキに戻して融合できます。3体、はい、3体を使って融合、はい、シーホース、ダークソード、メイ メイス、デッキに戻しながら融合していきます。はい、亡骸を束ねて、はい、これで王様、名外王、メメントラン、テクトリカを融合召喚、はい、うん、ここですね、しうららデッキエクストラデッキからカードメメントカードを3枚墓地をくれるんですが、その枚数の増えるところに対してハルラ の示しがある、はい、さらに向こうで有効通っていきます。これでさらに墓地のカードの種類、はい、増えますね、増やしていくことができる。メメントカクタス、うん、新カード、はい、そしてクレニアムバースト、はい、そしてエクストラのカードも送れるので1枚、はい、そちらから選択していく同盟カードですね、メメントランテクトリカ、はい、カクタスがある状態でメメントが破壊されるとカクタスが出てこれる、メメントランテクトリカの効果で墓地から除外するとフィールド魔法のメメントランが、はい、名外府メメントランを加えることができます。加わります。メメントが攻撃するとき魔法トラップを相手は使えないというのと、メメントが破壊されたら破壊されたモンスターのレベル以下のメメントを墓地から特殊召喚ができる効果、はい、あとエンドフェーズに墓地から魔法トラップをセットする効果があります。メメントランがあると破壊時にさらにカードが1枚増えるような、増える、確達も増える、はい、さあそして、メメントフィールドの墓地の効果、はい、自分のメメントを破壊してメメント魔法トラップカードを加える効果ですね。さらに後続につなげるカード、これでメメントランを破壊、はい、メメントランテクトリカを破壊して、はい、相手のターンで、ね、破壊する効果あるんですけど、ここは墓地に一旦生かしましたね、はい、メメントボーンパーティーというカードをさらに加えていきました、はい、メメントラン効果、そして墓地のカクタスの効果、うん、増える増える、増えていく。自身の効果でカクタスが特殊召喚、ボーンパーティーはメメントを手札フィールドから破壊してカード名が違うメメントモンスターをデッキから加えるか特殊召喚、はい、メメントランのフィールド魔法の効果でメメントゴブリンが特殊召喚されていきました。これで盤面モンスター3体、はい、そうですね。さらに手札のメメントスリーピー、はい、メメントが破壊されているターンなんで手札から特殊召喚できる特殊召喚時融合、はい、これでさらに融合していく。まだ効果使ってないのはゴブリンですかね。ゴブリンはまだ効果使ってませんね、はい、融合自体は破壊ではないのでそのまま墓地に行く処理なんですが手札もいける、はい、手札のダークソード絡めて融合していく、はい、メメントツインドラゴン、うん、メメントを破壊してメメントをモンスターを2枚加える。ツインドラゴンの効果発動していきます。自身を破壊してメメントカードを2枚加えることができる、はい、モンスターですね。
加えるのがメメン、ホーンドラゴン、ホーンドラゴンとボス、はい、メメントラルテクトリカ、例外合流、メメントラルテクトリカ、はい、ホーンドラゴンは墓地にメメントが3種類いると特殊召喚できる2850、メメントラルテクトリカは墓地のメメントをデッキエクされた時に5体戻すと特殊召喚できる5000、現状今メメントツインドラゴンの破壊された時の効果も誘発してレベル6以下のメメントモンスター特殊召喚したのでウラモンを特殊召喚してきました、はい、ウラモンの手札に加える効果まだ使ってませんでしたよね、ここで使ってなかったので、なるほどなるほど、ここでスリーピーをまた手札に加えていく、一旦保留にしておく動きも見られましたね、はい、4体スリーピーが相手ターンでも場のカードが破壊されていれば特殊召喚して融合できるのでそこも踏まえているこの、はい、確保しておきたい手札加えですね、はい、さあ手数十分、いやモンスター4体、はい、5体に特殊召喚する効果ですね、はい、メメントホーンドラゴン、メメント3種類あるんで特殊召喚できます、はい、1、2、3、ぴったり3種類、うん、盤面5体並びました、この5体全部落ちよくてリンク召喚した後メメントラルテクトリカも出せる、さあカードを3枚手にかけてリンク3、リンク3、セレーネ魔法使い込みですね、いますね、メメントエムチが魔法使い属ですので、はい、墓地の魔法カードの数分、フィールド墓地のカードの数分魔力カウンター乗って、はい、それを3つ使って墓地の魔法使いを特殊召喚できるんで、はい、エムチ戻る、いやマーカーの数的にもどんどん増えている、はい、リンク4いける、セレーネとエンウィッチでリンク召喚していきます、うん、アポロウーサー、イラスト違いですが攻撃力1600なんで、はい、都合2回分モンスター効果を無効できる、無効できます、これ目印ですね、さあまだモンスター2体有力が残っている、はい、まあ、メメントモンスターを場に揃えてトラップカードによる妨害をね気づいていくのがメメントの動きですので、そちらの動きにシフトしていくのかなと、ボーンパーティー、ボーンパーティーが発動していきます、はい、メメントラルテクトリカは墓地からも出せるんで破壊に巻き込んでも損失なしと、うん、手札がフィールドのカードを破壊して、はい、カード面が異なるメメントモンスターをデッキが特殊、まあ、メイスなんて手札に加えた状態ですかね、なるほど、はい、メメントラルテクトリカがある状態でメイスを手札から捨てると相手のモンスターのコントロールをエンドフェーズまで得るのが相手ターンに使える、さらにリンク召喚していきます、ミラージュデクレアラ、はい、天使を墓地に送ると魔法トラップ無効、はい、メイスが天使族、そうなんですよ、2択ありますよね、はい、コントロール奪うか魔法トラップ無効にするか、これで相手のカードの択を作ったところで満を持してボスモンスター登場、はい、メメントラルテクトリカの効果でエクストラデッキに5体戻していきます、はい、5種類戻しで特殊召喚、はい、攻撃力5000、5000、守備力も5000、はい、でっかい、全てのモンスターに1回ずつ攻撃できる、はい、まさにボスモンスター、うん、一度使ったエクストラモンスターも戻せるのが強いですね、そうなんですよね、ツインドラゴンを再利用できますね、はい、相手が魔法トラップモンスター効果何かしら使ったら手札墓地からメメントモンスターを特殊召喚できますので、うん、融合のメメントランテクトリカが特殊召喚できてそのモンスターが相手ターンでも使える効果ですね、はい、お互いのターンでメメントと相手のカードを破壊できると、はい、魔法無効、モンスター無効、モンスター特殊召喚、さらにクリニアバースト、はい、エンドフェーズまで入ってますかね、はい、例外符メメントランの効果でエンドフェーズに墓地のメメント魔法トラップカードをセットする効果、はい、でクレニアムバーストも、クレニアムバーストがある限り相手はメメントの一番高い攻撃力のモンスターにしか攻撃できないのと、メメントラルテクトリカの攻守を1000下げることでモンスター効果を、場のモンスター効果を無効にできます、はい、これも1回っていうのはないので、うん、5000だから5回向こう、はい、さあしかし茅野選手がターンを移ってきました、まずは白木森のアザミナリゼット、はい、白木森デッキですね、はい、これもスプリームダークネス登場のテーマ、うん、アークウォーターセンチュリーがいるところですが手札から特殊召喚する効果、はい、モンスター効果なんですよね、手札のカードを見せて白木森モンスターかアザミナモンスターを特殊召喚できるんですが、自分も白木森アザミナ、はい、ここはアポロウスの効果使ってきましたね、はい、さあ無効になったんですが効果の発動をしたので、はい、メメントラルテクトリカの効果でメメントランテクトリカが出る、はい、メメントラルからメメントラン、はい、下が絡まる、はい、さあ1回効果使ったんですがさらに妨害してくるカードが増えてしまったところ、通常召喚ですかね、おそらく通常召喚ですね、さあアポロウーサもまだ1回残っている、白木森は特殊召喚こちらも長けていてシンクロ召喚、幻想魔族を含めたシンクロ召喚のデッキになってまして、うん、魔法トラップを、ね、巧みに操るのが特徴なんですが、はい、ただスプリームダーク先生このアザミナリゼットが両方の名前を持っているカード、はい、白木森かつ、はい、アザミナ融合もできるようになった、うん、
さあアザミナ融合効果を発動して、クレニアムバストの効果で無効になってますかね。はい、攻撃力が下がったよという表記で4のこの4000になってますという、はい、表記をしているかなと思います。さらにここはメメントランテクトリカ残すのは嫌なので破壊していく、うん、破壊されたんでカクタスが出る。どんどんとつながっていってメガフメメントランの効果でさらにエンウィッチ、そうですね、エンウィッチがまた場に出ているので、うん、メメントモンスターを加えていく。いや増える増える、いやーカードが増えていく、妨害をキープしつつ増える、増えまくる、はい、まだ魔法タップ無効、モンスター効果は5回無効が残ってますね都合で、うん、で融合もできますもんね 3P で、アポロウーサとクレニアムバースト合わせて5回、はい、頭数も十分なんでもう次のターンダメージを一気に与えることもできる、手札にメイスもある、はい、コントロールワウもできるし、ああ変わってますね、うん、ターン移っていく、そうか4000が入る、そうですね、盤面もモンスターかなり並んでいる状態、リンク召喚も多い、ダークソード召喚、はい、もうダメ押しの一発という感じですが、はい、メメントラルテクトリカを一度墓地に送ってもう一回出し直せば5000になる、また攻撃が復活した状態で出すことができると、はい、ことですね。いやーこれはでも何でもし放題、さあドローが入ってますか、うん、攻撃でもバトルフェーズ入ってますね、はい、うん、全て通れば8000通る、うーん決着です。山崎選手準々決勝進出、おめでとうございます。いやメメントデッキも